俳優の東出明大、36、が27日、自身の公式 YouTube チャンネルで再婚することを報告した。現在、山の中で狩猟生活をしながら俳優活動を続けている東出は、カメラを回すスタッフからの質問に答える形で再婚について明かした。ご結婚されるそうですね。との質問に対し、東出は、とさらっと回答。結婚の経緯について、結婚しようかと言ったのも最近の話、とし、お付き合いを始めたのも今年に入ってから、地元の人たちはみんな知っていて、祝福してくれた、と語った。続けて、冬か新春には子供が生まれる予定で、それもあって結婚しようという話になった、と述べ、今後の生活については、この土地で子供を育てられるのもすごい楽、しみ、と期待を寄せた。移住生活には、こっちに移住して3年経つけど、いろんな人たちが温かく迎えてくれて、感謝している、と伝えた。再婚相手については、一時期、後輩として現場で知り合ったが、すぐに役者業を辞めたと説明。彼女は今、漁師として働きながら、桃のバイトや鉄骨屋のバイトを手伝っている、と一般的な生活を送っていることを強調し、詮索はしてほしくない。今後は一般の人として静かに暮らしたい、と心境を明かした。東出は、2004年、第19回メンズノンノ専属モデルオーディション、で優勝。12年、映画、霧島、部活辞めるってよ、で俳優デビュー。同作で、第36回日本アカデミー賞、新人俳優賞など数々の新人賞を受賞。ネットの声、男の人は身軽でいいですね。女で、一人で、子供3人を異国の地で育て上げているアンズさんに本当に悪いと思っていたなら、この土地で子供を育てられるのも、すごい楽しみなんていう言葉は、心では思っても、殿下に乗せて発信しなくてもいいこと、なんじゃないでしょうか。一人育てるのも本当に大変なのでね、子育ての苦労を知らないまま、結婚生活をされていたのでしょうね。三人の子供を育てながら必死で一人で頑張っておられる元妻さんを思うなら、再婚される方も、妊娠や結婚のことはあまり、公にしない形でひっそり、しばらく過ごした方が良いとそういった、助言を普通ならすると思いますが、自分だけ気持ちよくて、自分だけ、幸せやったらいい。そういう人の典型ですね。あまりにもやってることがいとけなすぎる。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。